ぎちゃんは高校でバイトしていい経験だったと思う？思うよ。なんで高校でバイトしていい経験だったかというと、まあちょっと普通の人とは違うけど、なぎはみんなからのスーパーチャットで生活してるんですけど、そうやってちょっと人とは違うお金の稼ぎ方をしているではないですか。だからそのみんなからいただいてる金額の重みを忘れないように、てか働いたことなかったからなんか知ろうと思って、1時間働いて千何百円もらうことがどれだけ大変か、そう8時間働いて稼いだお金の何割だ1000円って思って、500円スパチャするのとか1000円スパチャするのとか5000円スパチャするのってこんなに大変なことなんだっていうのを思ってバイトしてました。感覚を忘れないようにっていうと、まあ、今もそのためにアルバイトしてるし、これからもアルバイトはする予定ということにしていますね。何のバイトしてたの？まあ、いろいろやったかな。なんか2、3種類はやりました。飲食とか接客とかやったし、編集とかもやりました。せぎちゃんのおすすめのバイトとかある？なぎちゃんにスパチャしたいからバイトしたいけど迷ってて。え、みんなおすすめのバイトって何ですか？でもなぎちゃんにスパチャしたいからそんな、ん？まずは自分のためにバイトしてね。自分の働いたお金で買ったドーナツはうまいですよって。